気持ちはゴッサムシシティがあのこの白 T シャツに感染、うん、今日がこの照明だったっていうのはちょっと聞いてなかったんですよね嘘つけ今日磯村さんお召しになってるこのお衣装ってはい <laughs> そうですあのバットマンのバットマンの衣装って言ったらちょっと誤解を招くんですけれども<え>バットモービルとゴッサムシティ どっちかというとあア,ニメアニメなのかな、うん、<っ>のデザインのシャツなんですけどサムシティがあしらわれているってですそ本当たま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 この衣装があったっていう,う別に狙ってるわけじゃなかったんですけどなんかこう衣装さんが、まあ、いろいろ衣装を選びに行くわけですよ、はい、その時に本当たまたまこのバットマンの、まあ、この映画に合わせたのかわからないですけど。 置いてあってで,ってで借りたいって言ってもこれはもう本国に返さなきゃいけないから<国>無理だってそう言われたらしいんですけどそ,、はい、それをどうにか今回のイベントのために貸してくれないかと言って素晴らしいですね止めてなんとか借りた借りてきたっていうもうこれ切るしかないなとそうです、ね、なんか運命を感じたんで今日はいバットマンを背負ってイベントに立ってます、はい、後ろもどんな感じなの後ろ後ろもまさにゴサムシティがゴサムシティが描いてるんで。 です今日のための衣装ですね、そうでですね半半分分僕も皆さんに見えてないと思うんですけど、気持ちは「ゴサムシティ」がこの白 T シャツにだからブラックライトとかで照らされると映るんですけど、いかんせん今日がこの照明だったっていうのはちょっと聞いてなかったんですよね、嘘つけ、すみません、嘘です、嘘かい、嘘暴いちゃったよ、やっぱりバットマンといえば、ちょっと黒が印象的で、僕はちょっとそのバットマンを引き立たせる白。 うん、対局からちょっとバットマンを応援して PR したいなと思っております、うんね、すみませんブラックライトご用意できなくていやとんでもございません,んな,さなくてよかったですいやでもあのお気持ちはしっかりにじみ出ておりますから <laughs> ありがとうございます。はい